アルファロメオがタイトルスポンサーから離脱することに伴い、2024年の F1 キャンペーンでは、ザウバーはステーク F1 チームキックザウバーにブランド変更される見通しだ。スイスのチームは、今後、2シーズンを、この名前で活動し、2026年には、ドイツメーカーのワークスチームとなり、アウディとしてブランド名を変更する計画だ。2023年からは、ステークが、共同タイトルパートナーとしてザウバーに加わり、将来的には、運営において、 唯一のタイトルパートナーとして完全な命名権を有することになる。また、ストリーミングプラットフォームのックドッ c o m が来年の車のシャシーの命名権を獲得し、それにより、次期マシンはキックザウバー c 4 4として知られることになった。ザウバーモータースポーツチーム代表のアレッサンドロ・アルンニ・ブラビは、ザウバーは常にイノベーションを重視し、型を打ち破り、常識に挑戦してきた。キックドット c o m とのパートナーシップは、私たちの哲学を、 最も大胆に表現したものだ。k i c k c o m はライブストリーミングの方法を最低にしており、F1 の世界でも同様の破壊的なアプローチを取り予定だ。私たちの目標は k i c k k c o m を通じて新しく革新的な方法でファンにアプローチし次のステップに進むことだ。とコメントした。なお、ザウバーは2023年のコンストラクターズチャンピオンシップで9位に終わり、順位を3つ下げた。 バルテリ・ボッタスとジョーグ・アンユーは今後もドライバーとして起用される予定だが両者の契約はシーズン終了時に満了となる。